全日本社会人バドミントン選手権大会は日本バドミントン協会が主催するバドミントンの全国大会である。第1回は1958年。毎年9月頃に持ち回りで開催される。日本バドミントン協会に一般社会人として登録している選手を対象とする。男子シングルスダブルス、女子シングルスダブルス、混合ダブルスの5種目で争う。 いわゆる第一試大会ではあるが、敗者審判を実施している。第60回全日本社会人バドミントン選手権大会。2018年2月15日閲覧。第59回全日本社会人バドミントン選手権大会。愛知県バドミントン協会。2018年2月15日閲覧。第58回全日本社会人バドミントン選手権大会。 2015年11月13日閲覧。2014全日本社会人大会。福島県バドミントン協会。2014年7月7日閲覧。第56回全日本社会人バドミントン選手権大会。平成24年度全日本社会人選手権大会。2014年7月6日閲覧。第54回全日本社会人バドミントン選手権大会。 全日本社会人バドミントン選手権大会歴代優勝者京都府バドミントン協会2008年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年7月7日閲覧ありがとうございます